なんで中卒のお前がこんなとこいんだよ。ここは最低学歴大卒以上だぞ。お前がここでやっていけるわけないだろう。首筆頭だな。移動して早々に嫌味な同級生がニヤニヤと話しかけてくる。学歴マウントが取れて嬉しいのだろう。意気揚々と嫌味を饒舌に語る。なんでって社長直々の辞令だからな。マウント取って満足げなところ悪いけど、俺。事実を告げると同級生はさっと顔を青ざめさせた。俺の名前は立花高木。物心がつく前に父は亡くなっており、母子家庭で育ったが、母は俺に不自由をさせないようにと必死に育ててくれていたし、面倒見のいい親戚たちが俺にいろいろと世話を焼いてくれていたので、人並み以上にスポーツや勉強ができた。というのも、死んだ父親の家もそれなりに裕福だったし、母親は両家のお嬢様だった。父親は男三兄弟の末っ子で、おじたちはまだ誰も結婚をしていなかったため、祖母は、さつきさんがうちにお嫁に来てくれて本当に嬉しいわ。娘ができたみたい。と、大層可愛がっていたので、父親が亡くなった後も、父方の両親は俺たちを懇意にしてくれていた。中でも、おじの二人、長男のさとし兄さんと次男のたかし兄さんは、俺にいろんなことを教えてくれて感謝している。さとし兄さんは勤勉で頭がよく、教えるのもうまかった。仕事で忙しいだろうに、合間を縫っては俺に授業をしてくれるのだが、それが本当に楽しくて、まんまと勉強が好きな子供に育ったし、たかし兄さんはプロ入りはしていないものの、社会人野球選手で練習の合間に野球を教えてくれたり、一緒にトレーニングをしてくれていたおかげで、人並み以上に運動ができるようになったのだ。今思えば、俺は母子家庭でありながらかなり恵まれていた。嫁姑でありながら、母は祖母と仲が良かったし、ぬくぬくと幼少期を過ごしていた。そんな俺には、小中一緒だった同級生に藤井守という厄介な奴がいた。何かにつけて張り合っては、イチャモンをつけられ、嫌がらせをしてくるのだ。ふん、片親のくせに、やるじゃないか。今回で勘弁してやるよ。俺としては、張り合うつもりもないのだが、テストも体育も、ずっとこんな感じなのだ。守も、運動神経はよく、勉強もかなりできる方だし、いわゆるイケメンと言われるような男で人気もあるのだが、なぜこうも突っかかってくるのか俺にはわからなかった。あいつ流に言うなら、俺たちの勝敗は6対4くらいで、やや俺の方が勝っていたものの、所詮は学校のテストだ。そんなものの勝敗にこだわって何になるのか全くわからなかった。あいつの嫌がらせは徐々にエスカレートし、靴や教科書を隠されたり、根も葉もないことを吹聴されたりと、さまざま手の込んだことをしてくれたが、爪の甘い部分が多く、隠されていたものは大抵すぐに見つかったし、根も葉もない噂は突拍子もなさすぎてすぐに風化した。多少面倒ではあったが、それほど学校生活には支障がなかったので放置していたのだが、それも気に入らなかったらしく、最後の方は目を合わせることもなかった。ところが中3の夏、母が病に倒れてしまった。親戚たちの力を借りながらも、金銭の援助は絶対に受けようとしなかった母は、かなり無理をしていたようだった。
高木、本当にいいのか？俺は母が倒れてしまったので、高校進学を諦めた。祖父やおじたちは高校に行ってもいいんだぞと援助を申し出てくれたが、母が倒れて病院のお金もある。母の貯金では俺の1年間の生活費と入院費を賄って精一杯だろう。うん、母さんはここまで頑張ってくれたし、今度は俺が頑張る番だ。中学出たら働くよ。親戚たちにそう宣言をして、俺は中卒で働くことを決めた。冬休みに入る前、珍しく守が声をかけてくる。お前、中学出たら高校行かずに働くらしいじゃん。底辺街道まっしぐらだな。ご愁傷様。守は推薦入試で有名私立への進学が決まっていた。彼の家もそれなりに裕福でエリート家庭らしく、守はそれで俺に対する価値を確信したのだろう。それ以降、ぱったりと嫌がらせはやみ、代わりにすれ違うたびに同情風味の嫌味とマウントが始まった。片親で親が病気になると大変だね。貧乏人は高校にも行けないなんてかわいそうだな。まあ、何を言われたところですぐに冬休みに入ってしまうし、冬休みが終われば学校もほとんど授業はないので気にはならなかった。そんな俺を叔父のさとし兄さんは会社に引き取ってくれた。高校には行かないし、俺たちからの援助も受けるつもりはないんだろう。じゃあせめて俺のとこ就職してこいよ。そう言って一から俺を会社で働けるようにと育ててくれた。冬休みも3学期も研修という名目で学校に申請を通し、働きながらいろいろと教えてくれた。中卒だと就職先見つけるの大変だろうし、俺も信頼できる部下が欲しいからな。そう言ってさとし兄さんは俺を徹底的に育ててくれた。子供の頃と違ったのは格段に厳しくなったことだった。相変わらず指導は丁寧で分かりやすかったが、ミスは普通に怒られるし、悠長にできるようになってから実践というわけにもいかず、俺は必死だった。いいか、高木。確かに俺はお前が可愛くて会社に誘ってるけど、決してお情けじゃない。お前なら俺の会社でもやっていけると思ってるからだ。甘やかさないぞ。俺にとってはとんでもなくありがたかった。実際入社してすぐは中卒で社長の甥っ子だからと色眼鏡で見られることも多かったが、さとし兄さんは俺の指導に力は入れてくれるが、決して甘やかさないでくれたので、周りの見る目は年々変わっていった。しかし、中卒の子がここまで耐えたよね。社長直々の指導だろ？社長の指導はかなりスパルタなんだよな。ははは、確かに厳しいですが、叔父は丁寧に教えてくれるので、食らいつかなきゃと必死でしたよ。今では会社創立当時からの役員とも打ち解けている。当初は急に中卒のガキを連れてきて何する気なんだと思っていたが、兄さんの指導は見ていてかなり厳しく、俺もそれに食らいつくから本気なんだと思えたそう。社長も言ってたよ。絶対に後継者にするって意気込んでたから、無理難題も多かったろ。いや、厳しい課題は確かに多かったですね。俺はあの指導耐えらんねえや。お前ほんとすごいな。なんかあったらすぐ相談しろよ。今では
よく相談にも乗ってくれる良き兄貴分がたくさんいるような感じだ。そして入社から15年が経ち、俺も30を超えた。兄さんも50後半になり、体調を崩すことが増えてきた。高木、話がある。俺の30の誕生日に兄さんは俺を食事に連れ出すと、神妙な面持ちで話し始めた。ここまでよく育ってくれたな。社員からの信頼も厚いし、やはりお前を引き込んでよかったよ。お礼を言うのは俺の方だよ、兄さん。兄さんのおかげで母さんも楽させてあげられてるし、毎日仕事が楽しいよ。お前に頼みがあるんだ。いつになく真剣に話すおじに、俺も身を乗り出す。任せてよ、兄さん。おじの頼みに俺は力強くうなずき、おじの期待に応えてみせると約束をした。辞令が出され、俺はエリート部署とも呼ばれている人事部に部長として配属されることになった。移動の前日、部署のメンバーの情報を確認していると、そこには藤井守の名前が。あいつうちで課長やってるのか。おじの頼みを思い出す。守りについて目立った噂は聞かないが、中学までのこともある。少し留意しておこうと思い、移動後初の出勤に備えた。おはようございます。今日からこの部に配属になりました、立花高木です。おはようございます。お早い出勤ですね。話は伺っております。少し早めに会社に着くと、気さくな事務員さんが始業前にもかかわらず部署の案内をしてくれた。え、木島さん母子家庭なんですか。奇遇だな。俺もですよ。彼女は木島香織といい、俺と同じ母子家庭だった。案内をしてもらいながら話が弾み、あっという間に部署内を回り終えた。何かわからないことがあれば気軽に聞いてください。本日からよろしくお願いしますね。彼女のおかげで朝礼前に有意義な時間を過ごせたし、スムーズに仕事に取り掛かることができそうだ。後で彼女にお礼をしなくてはなと思いながら、朝礼の時間を迎え挨拶をする。さあ席について早速仕事だと準備をしていると、案の定藤井がやってくる。あれ、立花だよな、中卒の。なんでこんなとこいんの。場違いだろ。なんでって、社長直々の辞令だからな。お前も早く仕事しろよ、使用の時間は過ぎてるぞ。淡々と言い返す俺にカチンときたらしい守はヒートアップする。あのなあ、ここは最低学歴大卒以上のエリートの部署なんだよ。お前みたいな中卒は首候補、場違いなの。周りがひそひそと俺たちを見る。それに俺課長だよ。お前とは格が違うの。そんな態度でいいわけ。しんと周りが静まり返る。俺はゆっくりと守を見据えていった。お前こそちゃんと事例見てないのか。確かに格は違うのかもな。お前は課長で俺は部長だ。次長が騒ぎを聞きつけて慌ててやってきた。ちょっと藤井君、何してるんだ。唖然とする守に俺は事例のメールを見せる。コネをひけらかすようなことはしたくないから、なるべく言いたくないんだが、社長である俺の叔父の体調が思わしくないんだ。俺は次期社長候補としてこの部署で部長としての経験を積むことになってる。
守はわなわなと震えながら、なんでお前みたいなやつが。そんな守を次長はなだめている。俺はお前が学校に行っている間もここで働いて必死で食らいついてここまで来たんだよ。藤井君、君は確かに優秀だが、立花さんにはかなわないよ。あの社長の厳しい教育をくぐり抜けてここまで這い上がったんだから。藤井は愕然としていた。何かをブツブツとつぶやきながら自分の席に戻ると、ようやく仕事に取り掛かった。移動早々に騒がせて申し訳ないです。皆さん仕事に戻ってください。そう呼びかけて俺も仕事に戻った。あの日、おじと食事をした夜、高木、人事部にどうやらスパイが潜り込んでいるようだ。お前にはそれをあぶり出してほしい。ここしばらく社外秘となっている社内機密が外に漏れ出しているらしく、競合他社の妨害に遭っているのだという。おじは藤井の中学までの俺へのこすい嫌がらせを把握しているので、もしかしたらと勘ぐっているようだった。俺はおじの期待に応えようとあらゆる手を尽くして、藤井を中心に人事部の社員たちを調べ洗い出していたが、めぼしい成果は得られなかった。あら、立花さん珍しいですね。資料室で社員の名簿や経緯を洗いつつ、メールの履歴なども調査しているとき、香織さんが話しかけてくる。ああ、香織さん。うん、人事部に配属されたばかりだから、ここまでの記録を見返していたんだ。何か改善点や見直しが必要な部分はないかと思ってね。あながち間違いではない。よりブラッシュアップして仕事の効率を上げなくては、俺がここに配属された意味がない。何も俺は探偵ごっこをするためだけにこの部署へ来たわけではないのだから。そうなんですね。必要な資料があればお持ちしますので、ご用命くださいね。そう言って香織さんは去っていく。席に戻ると缶コーヒーと小さなお菓子がメモとともに置かれていて、お疲れ様です、疲れた時には糖分ですよと書かれていた。なんて気の利く女性なんだと、ありがたくそれを口にして仕事に戻る。ほんのりとした恋心が芽生え始めていたが、まずは目先の問題を解決しなければと、その恋心には蓋をした。急に呼び出してすまない。正直お前が来てくれるかどうかは賭けだったんだ。ある日、守は俺を会社から少し離れた喫茶店に呼び出した。しかも社内メールや口頭ではなく、内密に同級生から聞いたらしいチャットアプリでだ。少し怪訝に思いながらも何かつかめるかもと思った俺は、ボイスレコーダーをスーツのポッケに忍ばせ、指定の喫茶店に向かう。神妙な面持ちで待っていた守は、俺の顔を見るなり、さらに表情を固くした。わざわざプライベートの連絡先を嗅ぎ回って、内密に呼び出すんだ。なんかあるんだろう？俺は向かいに座り、コーヒーを注文する。まずは今までのことを謝らせてほしい。そうして守は立ち上がり、頭を下げた。店の視線がこちらに集まる。顔を上げろ。別に気にしていないし、ここでそうして注目を浴びる方が迷惑だ。そう言うと守は顔を上げて座り直す。すごい身勝手な話なんだが、俺はお前が嫌いだったんだ。ぽつりと話し出す。エリート家系で育った守は、
常に一番を目指すように教育されていた。それなのに、母子家庭で親戚に甘やかされて育っている俺が、血の滲む努力をして1位を目指す守を軽々と超えていくので、それが悔しかったのだという。お前、母子家庭だったろ？なのに、全然幸せそうだったじゃん。たまたま恵まれてたんだよ、兄さん。ここの社長であるおじのおかげ。俺はおじに勉強を教えてもらっていたこと、それが分かりやすくて勉強が楽しかった。この会社にいるのもそうだよ。でも会社に入ってからはかなり努力したよ。中卒でコネ入社、色眼鏡で見られていたのを根性と努力で見返し続けていたのは事実だ。聞いたよ。かなりの無理難題もこなしてきたんだろう。俺がのうのうと学校行ってる間、大人たちに揉まれながら。すげえよ、乾杯だ。俺は頑張ってた気になってただけなんだと、吹っ切れた顔で守は言った。本当にすまなかった。座ったまま、守は再び頭を下げた。もういいよ、本当に気にしてないんだ。ところで、要件はこれだけじゃないだろう。俺が切り返すと、守は真剣な顔に戻る。当たり前だ、お前に伝えておきたいことがある。コーヒーを一口、固唾とともに飲み込む。人事部か、それにかなり近いところで、内部情報を流出しているやつがいる。頭が真っ白になった。なぜお前がそれを知っている？としばし混乱するも、守はさらに続ける。半年くらい前からおかしいなと思っていたんだ。俺の嫁が B 社で受付やってるんだが、社外費をなぜか嫁が知っていたんだよ。そこで守は独自にほんの些細なガセ情報を朝礼で人事部に共有した。これはまだ公に決定していない、今後協議が進むが、人事部はこれに大きな影響を受けることになるので、先に共有しておく。社外はもちろん、人事部だけに留めておくようにと告げて朝礼で話したガセネタを、後日嫁から聞いたんだ。これで俺は確信した。重い沈黙が俺たちの間を漂う。今回の俺の異動の理由はそれなんだ。重い口を開き、俺は守に打ち明けた。内密にここまで調査を続けていたが、めぼしい成果を得られなかったことで、機密の漏れ出しも確証を持てなかったが、これで思わぬ進展があったのだ。守、調査手伝ってくれないか？任せろ、絶対に犯人捕まえてやる。俺たちは固い握手を交わして結託した。会社に泊まり込むのも辞さないほど集中して犯人探しに奔走した。1週間ほどの調査の結果、ある一人の人物が浮かび上がってきた。正直、その人物に俺は落胆したが、事実は事実だ。兄さん、例の犯人見つけたよ。資料を持って叔父に報告すると、叔父も驚きを隠せないようだった。俺と社長、藤井の3人は小会議室に集合していた。呼びつけている犯人を待っている。ガチャリ、控えめな音がしてドアが開く。木島さん、どうしてなんだ？俺は深いため息とともに資料を香織さんの前に置く。戸惑いながら資料に目を通す香織さんの顔はみるみる青ざめた。申し訳
ありません。そのまま崩れ落ちて静かに泣き出す香織さん。しばらく香織さんのすすり泣く声だけが紹介技室に響く。木島さん、どうしてこんなことを。やがて香織さんはポツポツと話し始めた。 B 社からお金をもらっていたんです、情報提供料として。俺と同じく母子家庭で過ごした香織さんは壮絶な貧乏生活をしていたようだ。中卒で働いても給料は母親に食いつぶされ、水商売と掛け持ちしながら食いつないでいたそうで、お金がないと幸せになれない、お金があれば全部解決すると思っていた。お金に目がくらんだんです、本当に申し訳ありませんでした。香織さんは深々と頭を下げる。俺のほんのりとした恋心もこれにて終わった。木島さんは懲戒免職にはならずに自主退職。中卒での苦労もあったんだろう。懲戒免職だと今後に響くだろうし、次のところではやるなよ。社長が情けをかけてこの件は終了した。その後、俺は正式に社長として会社を引き継ぎ、会長となったおじからまたいろいろと学びながら奮闘している。専務には守を指名した。え、俺でいいのか？守は少し驚いたような顔をしていたが、おじも。君が高木と今回の件を解決してくれたそうじゃないか。高木はまだ未熟なところもあるし、お互い補い合ってこの会社も成長させてくれ、と言った。余計な小細工はもうしないだろう、と釘を刺すのも忘れずに。守は罰の悪そうな顔をしつつもしっかりとうなずいた。木島さんは前社長の紹介で下請けの事務員をやっている。新しい職場でも気の利く女性だと評判なようで、真面目に働いているらしい。俺はたまたま親戚に恵まれて、こうして今仕事にもやりがいを感じているし、子供の頃もこれといった不自由はなかった。しかし、木島さんのような境遇だったら、守のように両親が揃っていても重圧に押しつぶされそうになっていたら、今ふと考える。俺も不正に手を染めていたかもしれないし、隣の芝を羨んでくだらないことをしていたかもしれない。社内整備をして情報流出の件を処理しながら、意外とうちの会社にもシングルで子供を育てている社員は多かった。兄さん、ちょっと相談があって。俺はまずは自分の会社の人間だけでも何かしてやれないかと思い、シングル手当や社内に託児所の併設を相談した。いいんじゃないか、お前らしい、やれるだけやってみろよ。おじは快く俺の背中を押して見守ってくれた。これが好評で働きやすくなったと社員に喜ばれた。託児所はシングルでなくても利用できるようにしたことで、多くの社員の助けになれたようだった。いずれは家庭環境で高校に通うことを諦める子どもの助けになれるように、今のところは業績を伸ばしていこうと思っている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。父さんの余命はあと半年なんだ。俺の余命宣告にも動揺せず、静かに固唾を飲んで説明を聞く父。残りの余生を謳歌してもらうため、父の介護も含めて一緒に暮らすことにした俺。この半年をどのように過ごせばいいのか、医師として
息子として父と過ごす最後の半年間の物語が今始まる。俺の名前は近藤陽介。とある山のふもとで妻の美咲、6歳になる息子の太一と3人で暮らしている。俺と美咲の2人は山のふもとで小さな診療所を開いていた。その診療所から山間部にある集落まで車で行き、高齢者たちのところに赴いては健康状態を診察したりしている。いわば訪問診療医だ。山間部にある集落だから近隣の大きな病院まで車でも1時間以上はかかる。そのせいで通院も困難な人たちがこの辺りには多い。この集落のほとんどの人が高齢者のために突然体調を崩したりすると救急車の到着が間に合わず、治療すらもままならずそのまま他界してしまう人も少なくないのが今のここの現状だ。現在は自宅で最後の時を迎えたいという人がこの辺りには多くなっている。そんなことも含め、俺は医療ケアなども含め診療を行っている。ここに来て看取った人も数多くいる。一軒一軒顔を出し様子を伺う。少しでも体調に違和感を感じた人がいたらすぐさま聴診し変化を見る。おかしなところがあれば治療を施す。だからか、俺は周りからとても頼りにされているんだ。村唯一の医者だからな。なぜ俺がこんな山のふもとで診療所を開いているのかって？それは、この近辺に年老いた父親が住んでいるからに他ならない。父は俺が訪問診療を行っている山間の集落の中でも一番奥の方に住んでいる。母は何年か前に亡くなっていて、今は父が一人で暮らしている。同居も考えたんだけど、妻の美咲からは集落に同世代の子供はいないとか、太一の社会性が養われないなどと猛反対を受けたために、集落に近い麓に息子の太一と3人で暮らしていた。父の住んでいる集落は不便であり、若い人たちはみんな町の方へ出て行ってしまった。買い物に行くにも町まで出なければならないため、車は必須だった。いろいろな不都合が多い集落のため、妻から同居は却下されたのだった。集落にあった俺の通っていた小学校や中学校は、生徒数減少により廃校となってしまっていた。集落にいる子どもたちは、親たちが町の学校まで送り迎えをしている。若者が少なくなって、残っているのは高齢者ばかり。そんな集落でも俺にとっては幼少期を過ごしたとても大事な土地だ。地元の人々に医師として恩返しができることはとても嬉しい。俺は訪問診療をしながら日々を過ごしていた。俺の父はとても陽気な人で、集落の中でもひときわ目立つ村の中心的な人物だった。一郎さんと親しみを込めて呼ばれていた。村の人全員と知り合いで、父を頼りにする人も多かった。父も頼まれごとには心よく応じていたものだった。風で飛んだ洗濯物が屋根に引っかかったとか、些細なことでも父が、俺が取ってきてやるよと率先して取りに行くような人だった。俺はそんな父がとても好きだ。そんな俺は近藤家の一人息子。両親はなかなか子宝に恵まれず、父が40、母が35の時にやっと生まれた待望の長男だったんだ。そのせいか、父は俺のことをとても可愛がってくれた。俺はあまり体が丈夫ではなかったが、当時村にいたおじいちゃんのお医者さんがよく見てくれた。おじいちゃん先生に憧れて、自分も医者になりたいとよく両親に言っていた。お医者さんが来た時に自分の診療が終わってからも他の患者さんの診療の様子を見せてもらい真似事をする。体が大きくなるにつれ俺の体は丈夫になっていった。そのためお医者さんの世話になることがなくなってきた。
お医者さんの真似事から夢へと変わっていく時だった。しかし小さな集落では塾通いができるわけでもなく、競争できる同級生が多いわけでもない。またお医者さんになるためには学費が多くかかる。そんなことを考え、諦めようと考えていたことを話すと、父に叱咤された。俺がお前の学費を出せないと思うのか。親は子供の希望を叶えさせてやるもんだ。俺は金持ちでもないし立派だとは言えない。それでもお前の夢は叶えさせてやりたい。これは俺の夢でもあるんだ。だからお前が学費のことを気にする必要はない。頑張れ。この時のことは未だに思い出す。俺は父親の言葉に後押しされ、お医者さんを目指すことにしたんだ。浪人しないように、なるべく試験は一回で済むようにと猛勉強した。中学校、高校と勉強の日々。高校も進学校に入れさせてもらい、学業に専念した。進学校でも良い成績をキープして、大学は推薦入試を目指した。周りに友達は少なく、幸い遊ぶところもなかったため、勉学に集中することができた。陽介なら大丈夫だ。頑張れ。学費のことは気にするな。と、父は後押ししてくれたが、少しでも負担を減らしたかった俺は奨学金制度を利用した。無事大学には現役合格し、医学部を卒業。研修医となり、実務経験を蓄え、町にある病院で働けることとなった。小さい頃から真似事をしていたのが功を奏したのか、新人とは思えない動きを見せると院内で言われていた。その頃、同じ病院で働いていた美咲と出会い付き合うことになる。美咲とは同棲を経て結婚。その後太一が生まれた。太一の誕生に父も母も大喜びだった。太一が生まれて数年後に母が他界した。突発的な発作が起き、救急車を余儀なくされたが間に合わずとのことだった。集落の医療体制に不安を覚え、父の近くに住みたいと独立を決意した。その時いた病院の人は誰一人反対せず、むしろ応援してくれた。独立の資金援助や軌道に乗るまで手伝ってくれる人もいた。こうして父の住む実家近くの山のふもとに診療所を開設したのだった。訪問診療を始めた時も、本当は父親の住む集落に診療所を建てて家族一緒に父と住むつもりだった。しかし妻の反対があったため、折衷案を取り、山のふもとに診療所を建て訪問診療を始めることにしたんだ。妻はもともと看護師をしていたため、診療所も手伝ってくれている。少し離れた麓の町で家族3人で暮らしているのだった。ある日、父から電話がかかってきた。体調が悪いから見てほしいと俺に頼んできたのだった。俺はすぐに実家へと向かった。実家に入ると布団の中で苦しむ父の姿があった。父の元に駆けつけ話を聞くと、数日前から少しずつ違和感はあったようだった。しかし、今朝になって急に痛みが広がったという。その場で診察を施すが、手持ちの器具だけでは詳しいことが調べられなかったので、診療所へと連れて行った。今までも父のところに訪問診療を行っていたが、異変に全く気がつくことができなかった。父はもう80近い。体もどこかしらガタが来ていてもおかしくないだろうと思いながら診察する。血液検査やレントゲンの結果、かなり広い範囲で悪性の腫瘍が確認できた。俺は言葉を失った。まさか自分の父がこんな大きな病気になっていたなんて。ちょくちょく診察を行っていたのに気づけなかったことに不甲斐ない気持ちが前面に出ていた。すぐに父親に大きな病院で検査してもらうように忠告したが、いや、大丈夫大丈夫、と自分の症状を軽く見ていた。俺は父の意見を無視して、大きな病院の知り合いの医師、大橋のところに連絡を入れた。
ここは以前まで俺がお世話になっていた病院であり、医師の大橋和也は俺が信頼を置いている唯一無二の友人だった。独立の資金援助や軌道に乗るまで手伝ってくれたのも大橋だった。すまないな、大橋も忙しいのに。近藤の頼みならお安いご用さ。俺は大橋に頼み込み、中は無理やり予約をねじ込んだ。父さん、病院予約したからついてきてもらうよ。面倒くさそうな態度の父を説得し、大橋のいる病院まで連れて行き、様々な検査を受けさせた。後日、大橋から連絡があり、結果が出たから2人で来てくれと言われ、父を連れて病院に向かった。病院に着くと、先に俺だけが呼ばれたので、父を待合室で待たせることにした。カルテを見せてもらい、大橋の口から出てきた言葉は、末期がんという答えだった。俺は父にどう告げればいいのか悩んだ。ここまで健康で病気一つしなかった父が、突然の末期がんの宣告に動揺しないはずがない。そう思い悩んでいると、大橋が俺に対し、告知には自分も同席するよと気遣ってくれた。俺は意を決して待合室にいる父を診察室まで連れてきた。レントゲン写真やさまざまな検査の結果を見せた。素人の父にはレントゲン写真を見せただけではわからないみたいで、一体どういうことなんだ、はっきり言ってくれないとわからねえやという父。俺は言葉を詰まらせながらも、やっとのことで口を開いた。父さんの病名は末期の膵臓がん。しかもリンパや脳にまで転移している。俺は下を向き、父の顔を直視することができなかった。で、あとどのくらいだ、俺は春を迎えられるのかと。父の声に顔を上げると、覚悟していたのか動揺することなく静かに尋ねてきた。もってあと半年。ごくりと唾を飲み込み、余命を伝える。父の病気の進行度合いから大橋と二人で出した答えが半年だった。そうか、俺はあと半年の命ってことだな。そう言い切り、父はあっけらかんと笑っていた。なんでそんな顔できるんだよ。平然とした態度で父がそうかそうかと納得した様子だった。泣きそうな顔をしていたのは俺だけだったようだ。そんな顔するな。お前は他の患者の時もそんな顔をしているのか。医者としてどうなんだ。と俺の肩を叩いてきた。そりゃ、だって父さんだよ。うつむきながら動揺を隠せない。大地に笑われるぞと笑う父だった。しばらく涙が止まらなかったが、俺が泣いていても病気が消えるわけではない。泣いて治るくらいならいくらでも泣いてやる。しかし俺は医師だ。悲しんでいても仕方がない。父が覚悟を決めているのに俺だけがひよってたんじゃ、父の言う通り大地に笑われる。そんなことを考えていると、そうか、あと半年だったら大地の入学式は見れないかもしれないのか。残念だなと寂しげに言う父。大橋が立ち上がり、そこまで頑張りましょう、僕たちもサポートしますからと励ましてくれた。俺はコクンとうなずくと、そうだなと父もうなずいていた。でも入院はしたくない、できるなら家で最後を迎えたい。俺と大橋に向けて伝えてきた。俺が訪問診療をして家で最後を迎える人のために診察していると話していることを覚えていたのだろう。だから俺は陽介に主治医になってもらって最後まで家にいたい。家で余生を送らせてくれ、先生。真剣な眼差しで俺と大橋に訴えてきた。俺はできることなら父の願いを叶えたい、そう思うのだった。これからが大変だけど、何かあったら
すぐ連絡くれよ。父を車に乗せ病院を後にするときに大橋が見送りに出てくれていた。大橋、ありがとう。本当に感謝してる。俺は大橋に感謝し車に乗り込んだ。まさか俺が癌になるなんてな。車の中で助手席に座る父が俺に話しかけてきた。俺もびっくりだよ。そんな前兆全然感じられなかったのに。迷惑かけちまうな。父はごめんな、申し訳なさそうに謝る。気にする必要ないよとフォローし家路に向かった。その後は二人とも口数が減り、車内には賑やかなラジオのパーソナリティの声が響いていた。父を実家へと送った後、家に帰る。帰宅後、妻の美咲に父親のことを話した。妻は黙って話を聞いてくれた。俺は父が最後を自宅で迎えたいと懇願していることを話した。俺は父さんの願いを叶えてやりたいと思ってるんだ。それには家族の協力が必要不可欠なことだった。俺の勝手な判断だけでは家族がバラバラになってしまうかもしれない。そう思い、すべてをさらけ出して伝えた。俺は自分が父親の家で暮らそうと思っていることを告げた。すると妻からは、それならさ、お父さんと一緒に暮らしましょう、と意外なセリフが返ってきた。今すぐにお父さんに何ができるのかわからないけど、一緒に暮らせば見えるものもあるわ。緩和ケアをしながら家で見取りましょう。私も協力するわ。と、あんなに同居を渋っていた妻が協力を申し出てくれたことに、俺は驚きを隠せなかった。言っとくけど、私お父さんのことが嫌いで一緒に住みたくないって言ってたんじゃないわよ。あまりにも不便すぎて、暮らしていくには生活しにくいからだと弁解する妻だった。家族の大切な時なんだから、何を優先すべきかは分かっているわ。妻の言葉に涙が出そうになる。テーブルに突っ伏して涙をこらえていると、僕もじいじと一緒に住む。一緒に話を聞いていた太一が手を挙げる。太一がにぱっと笑顔で、僕もとはしゃぐ姿を見て、じゃあ4人で一緒に住もう。俺が太一の頭を撫でると、太一がうんうんと笑顔でうなずいていた。妻と太一の言葉に覚悟を決め、二人に心から感謝した。翌日、父に電話で一緒に住むことを伝えた。そして善は急げと引っ越しの準備を始めた。まずは診療所の移設先を探す。集落には空き家も何軒かあり、そこを間借りする。俺が集落に来るってことで、住民たちも喜び、たくさんの人が診療所の場所を貸してくれると言ってくれた。おかげで診療所の移設先はすぐに見つかり、引っ越しをした。空き家だったため、いろいろと掃除や改築が必要なところもあったが、持ち主の許可を取り、改築をした。診療所の移設を終え、父の住む実家へ行く。じいじ、これから一緒だね。家に着くと、太一が父に抱きつく。太一、美咲さん、いらっしゃい。陽介も、ありがとな。引っ越しの準備を終え、夕飯の準備をする妻を手伝う。4人で食卓を囲む。そして、最後の半年が始まったのだった。しばらくの間、父の体調は安定していた。いつもと変わらぬ様子で畑に出て作業をしたり、散歩をしては近所の人と笑い合っていたりした。父は周りの人にも自分の病気のこと、余命半年と言われたことを包み隠さず公にしていた。心配して体の様子を伺う人もいたが、父は気にしなさんだ、と元気よく変わらない態度で接していたため、村の人たちもあまり心配しないように接してくれていた。それでも病気は進行しているのだろう。次第に腰の痛みが強くなってきたことを訴える。そんな父のケアを妻がしてくれていた。
じいじい、大丈夫？と、太一も一緒になって腰をさすってやっていた。ありがとう、太一。痛む顔を太一には見せたくないのか、頑張って笑顔を作り、太一を見る。体調がいい時の父は、太一と一緒に散歩をしていた。太一も、じいじじいじと懐いて、父は若い力をもらっているようだった。日曜日の夕方に差し掛かった。大丈夫、怖くないから。俺がリビングのソファーで横になっていると、家の庭から父の声がした。そちらを向くと、父が太一の自転車の練習に付き合っていた。太一の乗る自転車を後ろで支えながら、太一を激励していた。もっとペダル漕いで、前見ながら、そう、そのまま、いいぞ。太一がペダルを漕ぎながら、父はそっと手を離して喋っていた。太一は後ろに父がいると思い込み、一人で自転車を漕いでいた。俺の時もそうだったな。じいじ、いる？って、いない！後ろを振り向いて、父がいないと気づいた太一はバランスを崩し倒れそうになるも、うまく足をつけて自転車を止めた。ひどいよ、じいじ。すまん、すまん。でも、もう一人で乗れるだろう。太一に近づき、笑って答える父。ご飯できましたよ。美咲が父に向けて声をかける。父と太一は仲良く自転車を押して家に戻ってきた。今日ね、じいじと一緒に川で石拾いしたんだ。夕飯を食べながら、太一が楽しかったと今日の感想を話す。父はうんうんとうなずいていた。10月を過ぎる頃、父は太一と一緒に山に登り、どんぐりをビニール袋にいっぱい拾って帰ってきた。虫が湧くと言って大きな鍋で煮沸したり、駒を作って遊んでいたりもした。竹を削って竹とんぼを作ったり、太一の背丈に合わせて竹馬を作って、竹馬の練習をしたり、焼き芋をしたり、太一といる時の父はとても楽しそうに笑っていた。その姿からは全く病人だとは思えないくらい元気に見えた。しかし冬が近づくにつれて寒くなってきたためか、痛みが増して苦しむ父の姿が増えてきていた。それでも体温の高い子供の太一を抱き寄せては、太一はあったかいなぁと、太一をカイロ代わりに抱いて笑っていた。痛いの痛いの、飛んでけ。抱きつかれたまま、太一は痛がる父の体をいたわり、おまじないをかける。おお、痛みが消えていくぞ。ありがとう、太一。と、父は太一を持ち上げた。父さん、明日から畑作業、俺にやらせてくれないか。父の代わりに畑作業をすることを提案してみた。訪問診療はどうするんだ。訪問診療は続けるよ。診療の合間や休みの日だけしかできないけど、少しでも父さんの体を休める時間を増やしたいんだ。俺の提案に太一も手伝うぞと手を挙げる。父には畑仕事は一朝一夕ではできないから、俺が一から教えてやると涙を浮かべながら言っていた。畑についてのノウハウを父に教わりながらやっていく。父は畑に関してはとても熱心で、指示も細かかった。畑作業はかなり複雑で、何回も音を上げそうになる。俺の頑張りを見た父に、よくなってきたと褒められると、明日も頑張ろうと思えてきた。夜になると、父といつも晩酌をすることにしている。熱燗にした日本酒を一合飲むのが日課だ。体に良くないことだと分かっているが、俺はそれをやめさせることはしなかった。むしろ、一日の終わりに父と酒をゆっくり飲むことが毎日の楽しみだった。晩酌を交わしながら、父は俺たちにいろいろな話をしてくれた。畑仕事の感想だったり、太一の竹馬の上達ぶりなど、その日その日が充実しているといった口調で話す。陽介たちが来てくれて、一緒に過ごせて、毎日が幸せだ。毎日口癖のように繰り返す父。ありがとうな、陽介、美咲さん。
俺はその言葉に切ない気持ちになるのだった。もっと一緒にいたい。もっと長い時間元気な姿を見ていたい。まだまだ教わりたいことがたくさんある。日に日にその思いが強くなっていった。雪国の冬は過酷だ。毎日雪かきに追われ、除雪したそばからまた新たな雪が積もる。この集落は若い人が少なく、ほとんどが高齢者のため、雪かきすらままならなかった。雪かきをしないと家から出ることもままならないような地域で、それを担う人がいないというのは重大な問題だ。いつもありがとね。俺は診療に訪れては、その家の雪かきを手伝う。診療を終えた患者さんの家で温かいお茶をいただき、体を温める。父は年が明けてからベッドにいる時間が長くなってきた。雪かきができるほどの体力はもうなくなっていた。自分の足で歩くのも困難になっていた。車椅子の用意を始め、バリアフリーもない昔ながらの家なので改修を始めた。車椅子やバリアフリーができるまでは大変過ごしにくそうだった。それでもホームセンターで手すりを買ってきて取り付けたり、段差をなくすためにスロープを取り付けたりして、父が暮らしやすいように工夫をした。太一も大好きなじいじのために積極的に手伝ってくれた。そんな太一に手を引かれて歩くのはとても嬉しそうだった。半年が過ぎ、もうすぐ春の息吹を感じるという頃になると、太一のランドセルが家に届いた。まだ元気に外出できていた頃に、父とデパートで一緒に選んだものだった。太一はランドセルを背負うと、一番に、じいじいと父の元に見せに行った。父は嬉しそうに笑って、よーく似合うな。俺の目に狂いはなかったな。というのだった。そう。父はまだ命を諦めたわけではなかった。家族のケアのおかげか、まだ父は存命だった。嬉しそうに太一は一年生になったらやりたいことを語る。父はそれを笑って聞いていた。その光景が尊いものに見えて、自然と涙が出てくる。二人に見つからないように、そっとその場を去った。そして四月がやってきた。今日は太一の入学式前日。父はなんとかこの日まで持ちこたえていた。医者としても息子としても父の頑張りをすごいと思う。いつ力尽きてもおかしくない状況なのに、ここまで来た父の姿には凄まじい執念を感じた。太一はブレザーにネクタイという格好でランドセルを背負い、父に見せに行っていた。おー、太一、よく似合うな。明日から小学生か。明日、じいじも入学式来れる？太一が父に聞くと、もちろんと元気よく答え、太一の頭をわしゃわしゃとさせた。この日の夜はさすがの父もお酒を控え、明日の入学式のために早く寝ると言って寝室にこもった。翌日、この集落に小学校はなく、入学する小学校までは車で送ることになっていた。玄関で美咲と太一を見送った。二人は元気よく学校に向かっていった。お前は行かないのか？父が訪ねてくる。俺は後から行くんだよ。とスーツ姿で答えた。そこに、ごめんくださーい！という声がした。現れたのは大橋と数名のスタッフ。俺は父を太一の入学式に連れて行こうと考えていた。大橋から医師と看護師、介護士がチームになり、終末期患者を最後のドライブに連れて行ってくれる機関があるということを教えてもらっていた。大橋は父が余命宣告したあの日、太一の入学式のことを気にしていることを覚えていてくれたのだった。その機関と連絡を取り、今日を迎えたのだった。もちろん、一番大事なのは父の体調だったが、今日の体調ならば大丈夫だと判断した。入学式の会場には入ることができないが、孫の成長した姿を見せてやりたい。なるべくなら、
心残りなく旅立たせてやりたいと思っていた。しかし、これは自分のためなのかもしれない、とも思った。俺自身が最後に父と出かけたかったのかもしれなかった。自己満足、そう思われるかもしれない。それでも、父に孫の晴れ姿を一目見せてやりたいと、そう思っていた。車椅子を押して介護タクシーに乗り込み、ドライブを楽しむ父。俺もその車に同乗し、小学校までのドライブを楽しんだ。ああ、もう春なんだな。小学校に向かう車の中から、並木の桜がきれいに咲き、桜吹雪がちらちらと舞っていた。父の方を見ると、目には涙が浮かんでいたのが見えた。よかった。喜んでいる父の姿に自分たちのしてきたことは間違っていなかったんだと思えるようになっていった。小学校に到着したのは入学式の式典が終わる頃だった。元気いっぱいの1年生たちがニコニコしながら保護者と手をつないで帰っていく。校門の方から太一と美咲が出てきた。太一は俺と父を見つけると満面の笑みで駆け寄ってくる。じいじい、一緒に写真撮ろう。そう言って父の車椅子を動かし、入学式の看板の前まで連れて行く。大橋が写真を撮ってくれるというので、カメラを渡して家族で写真を撮った。それじゃ撮るよ。はい、チーズ。カシャッとシャッター音に合わせて太一はピースサインを向ける。みんなの顔には笑顔が浮かんでいた。そしてこれが父の最後の写真となった。翌朝、目を覚まし食卓に向かう。おはよう。俺、父さんは？美咲も太一も学校に行く準備で慌ただしくしていた。食卓に父の姿が見えず、俺は寝室に向かった。おはよう、父さん？開けるよ。部屋の襖を叩き一声かける。しかし父からの返事はなく、そっと襖を開ける。父はまだ布団の中にいた。俺は近づき、ご飯の準備できてるよと話しかけつつ父の顔を見た。父は穏やかなまま静かに息を引き取っていた。そっか、太一の晴れ姿見れて満足できたんだな。涙をこぼしながら父の頭に手を置く。合掌し、このことを美咲と太一に伝える。二人は慌てて父のところに行き、太一は父に抱きつき、ワンワン泣き出した。葬式は自宅で行われた。仏壇の写真は太一の入学式に撮った集合写真を切り取って作ってもらった。あの写真の顔はどの写真よりも生き生きとしていて、笑顔があふれていた。集落の人が次から次へと焼香に訪れて声をかけてくれた。参列者の中には大橋や介護スタッフもいて、俺は彼らにお辞儀をする。集落の人たちはみんな父への感謝を口にしていた。立派な人だった、優しい人だった、素晴らしい人だった。社交辞令かもしれないが、その言葉が嬉しくて誇りに思えた。ずっと一緒にいたからか、太一も祖父が天国に行ったことを理解しているのか、静かに涙を浮かべていた。お別れの時に太一が入学式に撮った集合写真を父のところに入れた。俺は一緒に飲んでいた酒を入れた。そして熱心に仏壇に手を合わせて、じいじが天国でばあばと楽しく暮らせますようにとお願いしていたのだ。その姿を見て参列者や俺はさらに涙を流すのだった。葬式が終わり、遺品の整理をしていると俺宛ての手紙が出てきた。陽介、わがままを聞いてくれてありがとう。家族と過ごした最後の時間は宝物のようだったよ。
毎日が楽しくてとても幸せだった。旅立つことに不安など感じないが、欲を言えばもっと長く一緒にいたい。幸せすぎて俺にはもったいないくらいだ。陽介、お前は俺の自慢の息子だよ。こんな俺の息子でいてくれてありがとう。お前は俺の唯一の誇りだよ。さらに別の日に書いたのか、もう一枚手紙が入っていた。太一、明日は太一の入学式だな。今までじいじと遊んでくれてありがとな。太一とも一緒に酒を飲みたかったが、さすがにそれは無理そうだ。父ちゃんと母ちゃんに迷惑かけるなよ。元気でな。大好きだぞ。それと美咲さん、太一と陽介のことよろしくお願いします。今まで世話してくれて本当にありがとう。短い文章だったが、明日というワードで書いているのが入学式前日だと分かった。あの日酒も飲まずに早く寝ると言って寝室にこもったのは、これを書くためだったのかと俺はその時のことを思い出していた。そこに綴られていたのは、俺と美咲、太一への感謝の言葉だった。手紙を読んで泣き崩れてしまった。唯一の誇りってなんだよ。父さんはみんなに慕われていて、あんなにも惜しまれていたじゃないか。父さんの存在自体が誇りだったよ。泣いている俺を心配し、美咲が駆けつけてくれた。俺が美咲に手紙を見せると、彼女は俺を抱きしめてくれて一緒に泣いた。俺たち二人は気が済むまで泣き続けた。緩和ケア。旅立っていく人はもちろん、残された人に対しても心残りをなくすのが緩和ケアのあり方だと思う。ケアを行い、一日一日を大切に生きる。その時まで一緒に病気と戦い、悔いのない人生を歩んでもらう。父に対し、できることをやり、見送ることができたという思いが自分の中には確かにあった。いろいろな家族の形がある。家族に迷惑をかけずに旅立ちたいという人もいるだろう。それでも残された最後の時間を心残りなく過ごすために、これからも医師として患者や家族を支えていきたいと思う。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。いい加減にしなさい。どれほどの人が君のことを思って行動しているのかをしっかり理解しないとダメだよ。新入社員の問題児、俺は怒鳴るのではなく、諭すように優しく注意した。俺にそんな口を聞いていいのかよ。俺の親父は丸々組の人間なんだぞ。俺の説得に全く耳を貸さず、親の名前を出してきて脅してくる。ああ、最近の若いもんは。俺はネクタイを緩め、ポキポキと両手を鳴らし始めた。俺の名前は赤石、赤石義朝。どこにでもいるような中年サラリーマンだ。俺が勤めている会社では、今年入社してきた新入社員の態度で少しごたついていた。俺はこの会社で管理職をしているので、直接新入社員とやり取りをすることがない。それでも噂は何度も俺の耳にも届いていた。その新入社員の名前は青川真也。まあ今時の若造だろう。俺は周りからの噂を聞いて彼のことをそういう認識でいた。しかし、いざ迷惑を被っている社員たちから話を聞き出すと、部署内で会議があっても遅刻してくるのは日常茶飯事。同僚などから依頼された仕事をまともにこなさないとか、依頼を無視することもあったようだ。さらには、部署内外で揉め事を頻繁に起こすなど、勝手気ままな振る舞いを見せているらしい。経理のおつぼね様ですら、聞いてよ、赤石さん。あの子ったらすぐにババアとか言ってくるのよ。
まったくどこに目がついているのかしらと、お手上げ状態のようだった。見る目は間違ってないようだとは、間違ってもおつぼね様の御前で言ってはいけない。新入社員の教育係をしている社員たちも、すみません、自分には彼の教育係はもう無理ですと泣いて辞退していく。もう何人の教育係が変更になったことか。交代しすぎてそろそろ初代教育係に出番が回ってくるかもしれない。こんなことがもう何回も続いているというのだ。このままでは会社が成り立っていかない。俺は今まで彼を直接見たことはなかったが、逆にここまで嫌われているにもかかわらずクビにならないのが不思議だった。聞き込みをしてみると、問題児である青川の父親はヤクザ関係者らしく、誰も口出しできずにいるらしい。報復されるのをみんなが恐れているのだろう。うちの会社は社長の方針で、その人物の過去は詮索しないというものがある。たとえどれほど高学歴でも関係ないし、逆にどれほど多くの過ちを犯してきても今を信じるといった具合だ。個性的な面々が揃っている、バラエティ豊かな職場である。社長のおかげで今いる社員の中にも助けられた人が大勢いるのは確かだ。でもだからといってクビにできないわけではない。俺は社長の元に行き、ここまで悪評がある彼がクビにならない理由を聞いてみた。すると社長は、もう少し様子を見てやれないか。クビにはいつでもできるが、更生のチャンスはいつでも来るものではないからと頭を下げられる。社長にそこまで言わせる青川ってどんなやつなんだ。そんな社長の気持ちを汲んで、俺は青川の仕事の様子を朝から一日張り付いて見学することにした。すると最初の1時間観察しただけで分かったことがあった。彼は基本的に無気力で無関心な人間だった。おそらく親に無理やり働けと言われたのだろう。仕事が嫌で嫌でたまらないといった印象を受ける。仕事をする姿勢に全くやる気を感じられない。そもそも朝出社してから一言も誰とも挨拶を交わしていなかったのだ。自分の席に着いた途端コーヒーを飲み出し、パソコンをつけたと思ったらタバコを吸いに喫煙所へ向かう。朝の朝礼も眠そうに話を聞いているのかいないのかわからない態度。そのくせプライドだけは高いようで、自分がミスをしたときは、お前がちゃんと教えないからこうなるんだろと責任転嫁するのだけは上手だった。噂に聞く以上の態度だったため、彼に厳重注意をすることにした。彼を呼び出し俺のところまで来させる。すると彼はノックもせずに室内にずかずか入り込んで、なんすか、自分忙しいんすけどと悪態をついてくる。暇そうにしていたくせに。いい加減にしなさい。どれほどの人が君のことを思って行動しているのかをしっかり理解しないとダメだよと怒鳴るのではなく、諭すように優しく注意した。すると青川は面倒くさそうな態度のまま、俺にそんな口を聞いていいのかよ。俺の親父は〇〇組の人間だぞと脅してくるのだった。〇〇組だろうが3年 B 組だろうがどこだろうと関係ない。会社にいる以上やるべきことはやりなさいと青川の恫喝に臆することなく接した。チッ、うっせえなとこっちに聞こえる声で文句を言う青川に、ちょ、話はまだ終わって。俺の話を最後まで聞くことなく青川は部屋を出て行った。ああと俺の言葉が全く響いていないことに落胆し、これからどうやって育て上げようか頭を悩ますのだった。教育係が辞退したため、次の人員が決まるまでの間俺が彼を教育することにした。出て行った青川を呼び止め、俺がビシバシ鍛えてやるからなと冗談交じりに声をかける。はあ、うざと一周し自分の机に戻っていった。これは
先が思いやられるな。頭をかいて今後の方針を決めるため一度部屋に戻って策を練り直すことにした。その日の帰り道、なかなか良い案が思い浮かばず、精神的に疲れて帰っていると、見知らぬ男たちが囲んできた。君たちは誰だ？知り合いではないと思うんだが。年齢的には息子くらいの歳かな？元気にしてるかな？などと考えていると。おっさん、恨むなら自分を恨めよ。チンピラの一人がそう言い放ち、手に持っていたバットを振りかざしてきた。軽々とバットを避けて周りを見渡す。するとチンピラたちのグループの中に見覚えのある男の姿があった。青川真也、そいつの姿が。あんたが俺に立てつくからこうなるんだよ。骨折くらいで済めばいいな。とニタニタしながらスマホで動画を撮っているようだった。お説教の腹いせに仲間も連れてきたのか。周りのチンピラたちも、自業自得ってやつだな、俺たちのせいにすんなよと口々に言っている。ああ、最近の若いもんは嘆かわしいな。自分がやろうとする行動にすら責任を持たないとは、日本男児の名が廃るわけだ。やれやれと首をすぼめる。やっちまえ。青川の号令に一斉に襲ってきたチンピラたちだったが、俺が手を振りかざし、ちょいと待ってくれよ。複数で一人のおっさんを襲うってのも節操がねえと思わねえかい？とネクタイを緩めてポキポキと両手を鳴らしてにらみ返す。ドスの聞かせた低い声で鋭い視線を襲いかかろうとするチンピラたちに向ける。するとどうしたことだろう、チンピラたちは硬直してその場に座り込んでしまった。青川は何もされていないのに、あまりの勢いに気をされて尻餅をついていた。俺の威圧感に圧倒されて身動きが取れなくなったチンピラたちをかき分け、青川の方へ歩み寄る。そして俺が近づいてくるのを見た青川は、へっとおかしな声を上げて後ずさりしていた。おいおい、そっちから仕掛けておいて逃げるってことはねえだろ。あ？と微笑む俺だったが、かえって青川に恐怖心を与えたのか、気を失いかける。ガクッと顔を下ろす青川の胸ぐらをつかんで立ち上がらせる。お前が気絶してどうする？俺はまだ何もしてないぞ。どっちかというと正当防衛だぜ。と青川を正した俺は、一息つくために胸ポケットに入れていたタバコを取り出し火をつける。その光景を見た一人のチンピラが、待ってくれよ、そのタバコの吸い方兄貴から聞いたことがある。あんたまさか赤石義友か？あの血染めの赤石？と叫んだ。その言葉に他のチンピラたちも次々とわなわな震え始める。え？血染めの赤石ってあの本物？嘘だろ？マジかよ、勘弁してくれよ。金一個ない。俺も聞いたことある、血染めの赤石には手を出すなって。人をクマみたいに嫌がって。次々とチンピラたちの泣き叫ぶ声が聞こえてくる。タバコをふかしてチンピラたちの方を向く。おい、やめてくれ。そんなダセー呼び名なんか、タバコの吸い方も癖なんだから、いちいち突っ込むなよ。と照れくさそうに顔をしかめる。なんだよ、その血染めの赤い石って、そんなの俺は知らないぞ。ギャーギャーとわめく青川の顔にふうとタバコを吐いて小さな声でささやく。だからそのダセー呼び方すんなって言ってんだろ。この耳は飾りか？いらねえなら取ってやろうか？邪魔だろ。青川の耳をちぎれるくらいの力で引っ張る。俺の言葉と耳を引っ張られたことで再度気を失う青川。ダメだこりゃと諦めた俺は、周りで生まれたての子鹿のように震えるチンピラたちに対し、おい、お前ら
こいつを事務所に連れて行け。まったく仕事帰りなんだぞ、こっちは。と伝える。するとチンピラたちは二つ返事で了承して、青川を起こそうとする。慌てて青川を起こそうとするチンピラたちを見て、このまま返してもダメな気がした俺は。ちょい待て。やっぱり俺もついていく。変にこじれたら面倒だからな。俺が説明してやんよ。と、気絶したままの青川を俺が担ぎ上げると、チンピラたちは首を縦に振りながら、俺を事務所まで案内するのだった。事務所では組の幹部や若頭、組長の鮫島が俺たちの帰りを待っていた。俺が青川を担いで事務所に入ると、若い男たちが、おい、てめえ、組長の息子に手出しやがって、ただで済むと思うなよ、と、ギャーギャーと吠え出した。血の気の多い奴らがごまんと嫌がる。俺の様子を見た幹部たちが若い男たちに向かって、黙らんかい、誰が勝手に喋っていいって言ったよ、と口を閉ざさせる。若い男たちがビシッと姿勢を正すと、奥にいた組長の鮫島が近づいてきた。わしの息子が世話なったようやね。どれ、一つ話を聞かせてもらおうか、赤石さん、と静かに話し始めた。口調こそは優しいものの、気配を隠すつもりはさらさらないようだった。俺の応答次第では、今にも命の取り合いをする気満々な感じが伝わってくる。周りの組員も戦闘態勢に入っているのが分かった。いやいや、やめてくれや。俺は正当防衛なんだよ。と、ここまでの経緯を話し始める。会社での青川の態度が悪いこと、周りの社員が怖がっていること、代わりの教育係が見つかるまで俺が面倒を見てやると伝えたこと、厳重注意をしたらその報復にチンピラたちを用意し囲まれたこと、ちょっと威圧したら気絶したから説明のためにここまで運んできたこと、一通り話し終えると鮫島は大きなため息をついた。はあ、まさかそこまでだったとは。わしが間違っとったわ。そいつからの話じゃ会社ではうまくいっとる素振りやったから安心しきっとったわ、とうなだれる。鮫島には息子がおらず、養子として親戚の青川を息子にしたそうだ。極道の世界にだけ生かすのはこのご時世では大変だろうと思い、仇の世界を経験させることにしたという。それでうちの社長に頼み入社させてもらっていたと話してくれた。コネ入社だったのか。やる気がなかった理由が分かった気がした。まさか赤石さんのお世話になるとは思わなんだわ、と頭を下げる鮫島に。いやいや、俺も久しぶりにいい運動しましたよ。まさか組長の息子さんとは知らんかったわ。知らんこととはいえ、いらん真似をしたようで、と俺も頭を下げる。こら、起きんかい、と鮫島に起こされた青川は俺の顔を見て、あ、親父、このおっさん俺を舐めやがるんだ、吠え面かかせてやってくれよ、と目を覚ますとすぐに叫び出した。鮫島は、バカ野郎、てめえ自分のやったこと分かってんのか、と青川を張り飛ばす。それでも青川は、こいつが俺に歯向かうから、と文句を言っていたが、黙れ、この恥知らずか、てめえにはほとほと愛想つきたわ、とその場で大激怒する鮫島。もうやめてくれよ、と泣き言を言い始めた青川だったが、鮫島は、赤石さんに迷惑かけておいてこれぐらいで済むと思うな、バカ息子か、と引き続き鮫島からの壮絶な説教は数時間にも及んだ。翌日出社すると、他の社員たちが俺のところに駆け寄ってきた。昨日は大丈夫でしたか、となぜか心配されていた。訳を尋ねると、俺から注意を受けた青川が、あいつ絶対許さねえ、と机に突っ伏してつぶやいていたという。俺は青川が電話で誰か呼んでるのを聞きましたよ、とそれを聞いて俺に報復しようとしていると知った社員たちが心配してくれていたのだという。
大丈夫、大丈夫だから。俺が周りを安心させていると、すっかり小さくなった青川が出社してきた。あ、おはざっす。周囲の人に挨拶をして入ってくる青川。今まで挨拶すらされたことがなかったみんなは、唖然としていた。お、青川、おはよう。と、俺が元気に青川に呼びかけると、俺の姿を見た青川が小走りで駆け寄ってきて、昨日はご迷惑をおかけしました。と、頭をしっかりと90度の角度まで下げ、気にしなくていいよ。と笑いかけるも、周囲が驚愕していた。え？赤石さんと青川くん、何があったの？ざわざわしているオフィスで手をたたき、さあ、今日も一日頑張りましょう。と、仕事にみんなの意識を向けて、俺はその場を離れた。自分の仕事をこなしていると、社長からお呼びがかかってきた。昨日のことだろうと、俺は社長室に行く。社長、お呼びですか？俺が社長に声をかけると、おお、赤石くん、昨日はお疲れだったね。と、社長室にある椅子に案内される。ほんと、疲れましたよ。差し出されたコーヒーをいただき、肩を撫で下ろす。君の過去が役に立つことがあったとはね。よしてくださいよ。君が来てくれて我が社の業績は上がる一方だよ。それはみんなが頑張ってくれてるだけで、俺は何もしてませんよ。君がみんなをまとめてくれているからだよ。と社長が礼を言う。青川君のこともありがとう、赤石君。自分の仕事をしたまでですよ。俺の方こそ会社に入れてくれてありがとうございます。俺は社長に深々とお辞儀をして、他に話がないのならと社長室を後にした。仕事を終えてこの日は何事も起こらず、無事に家に帰ることができた。家に帰ると妻の花江がご飯を作って待ってくれていた。あなた、〇〇組の組長の鮫島さんって方から見舞い品だと言って美味しそうな和牛をいただきましたよ。と夜ご飯に出してくれた。鉄板で焼かれた大きな和牛ステーキ、上にはバターが添えられ、熱でトロットロに溶けていた。お、うまそうな肉だな。椅子に座ると花江がビールを注いでくれた。ステーキを頬張り、舌鼓をする。こんなうまい肉は初めて食べるな。鮫島に感謝しつつ、肉を食べてビールを飲む。ビールを飲み干し、律儀なもんだなと思っていると、花江が険しい顔になり、あんた、まさかまたそっちの道に入っていくなんてことはないやろうね。じろっとこっちを見つめて聞いてくる。ないよ、ないない、全然ない、全くない、断じてない。と急いで首を振る。事の経緯を話すと笑顔に戻り、ならようございますね。と言って会社であったことや日中ご近所さんと話したことなどを報告し合った。話の中で息子の匠の話題になった。俺たちの間には息子の匠という子供がいた。しかし訳あって女房の妹夫婦のところに養子に出していた。義妹夫婦は子宝に恵まれなかったため、俺たちの提案を快く受け入れてくれた。しかし花江は匠の話をするといつも暗い顔をするので、あまり話題にしないようにはしていた。あの頃は生傷も大変でどんだけ心配していたか、あんたにはわからんやろうね。と腕にある傷を眺めながら晩酌をする花江。俺はかつて大きな組をまとめる組長だった。しかし暴力などで相手を倒すことはしなかった。いつも言葉とその圧力で相手を圧倒していた。むしろ俺は抗争しているやつらの間に入り、怪我人が出れば抱えて現場から遠ざけていた。その度に俺の服はそいつらの血液で汚れていく。しかしだ、救護を優先している俺の姿を見たやつらが俺の服についた血を見て怯えるようになっていた。噂が噂を呼び、血染めの赤石などと呼ばれることに。もちろん
救護を優先していたが争いに巻き込まれ多少の怪我を負うこともあった。そんな傷を負った姿で帰宅すると妻である花江には、もう足を洗われてはどうですと提案されていたものの、女は黙っとれと拒否し続けていた。しかし生まれたばかりの匠を危険な目に遭わせるわけにはいかないと思い、俺たちは団長の思いで義妹夫婦のところに匠を預けた。それ以降俺は匠とは会っていない。そんなある時、組同士で大きな抗争が起きた。その抗争がどんどん肥大化していき、他の組も巻き込んだ大規模な抗争へと発展してしまった。俺は抗争を続ける両組織の人間に圧力をかけて説得を繰り返す。怪我人を救護しつつ何回も説得を続けたことでお互い和解することとなり、無事に抗争は終結を迎えた。そのことがきっかけで俺は暴力行為をすることなく解決に導いたとして英雄的な存在になった。ここが潮時やないやろうか。花江の言葉と紛争時、身を粉にして働いていた若い衆を見て引退を決意した。これ以上怪我人を出してはいけない、若い命を無駄にしてはダメだと。当時のヤクザ界から惜しまれながらも仇の世界に戻っていった。しばらくは堅苦しい生活に四苦八苦し、なんとか職を見つけねばと探していた。その時に今の会社の社長に拾われたのだった。あなたがまたヤクザの道に戻ると言われたら、私は差し違えてでも行かせんようにするつもりやったですよ。花江はにっこりと微笑み、怖いことを言う。花江とは一般社会に入ってから立場が逆転して、家で花江の言うことを聞かない素振りを見せると、さすがは元組長の妻。極道の女らしく、般若の仮面でもかぶったかと思うほど鬼の形相になるのだった。世の中で一番怒らせてはいけないのは女房だなと確信するのだった。会社でも一時はさざ波が立っていた。俺が大川に何かされたのではないかと社員が心配していた翌日にはあっけらかんとしており、反対に大川がボロ切れのような姿で俺に挨拶をしていたからだった。ヤクザとつながりのあるらしい大川さんをボコすなんて、赤石さんってどんな人よと社員が口々に噂している中で、社長が青川くん交通事故だってさと言ってくれたおかげで、俺への好奇の視線は次第に収まっていった。対して膨れていったのは青川への冷たい態度であった。今の青川は昔のような横着な態度や傲慢な物言いはすっかりなりを潜めておとなしくなっていた。あれほど組長にボコボコにされた上に、自分が喧嘩を売った人間がヤクザ界のレジェンドであり元組長だったと知らされて、余計に自分の行動の愚かしさに気がついたのだろう。その頃から俺に会うたび常にヘコヘコするようになった。そんな青川の態度を面白く思ったのか、他の社員たちが彼に対して今までの仕打ちを返すかのように嫌がらせを始めた。書類を回さないとか、会議の集合時間をあえて伝えないなど行動が目立つようになっていた。青川は彼らに対して言いたいことはあるようだが、自業自得だと思っているようで何かを言い返す素振りはなかった。みんなの行動に思うことはあったものの、その光景を見てもわざわざ俺が口を出すことでもないなと思い、何も行動には移らなかった。その晩、いつものように会社での出来事を花江に話したところ、食事中にもかかわらず目の前に花江の足の裏が飛んできた。あんたがそんな情けない男やと思わんかったわ。原因が何であれ、若い衆が悩み苦しんどる時に追い先短いもんが手助けせんで何の役に立つのよ。青川が悩んでいるかどうかなどわかるかよと言い返したが、昔のあんたはそげな人間やない。困ってる人を見て見ぬふりなんかせんかったやろ。という花江。極道から足を洗えと言ったり、昔はそうじゃなかったやら、どっちなんやと悩む。次の日の休憩時間、午前の仕事が立て込んでしまい休憩に入るのが少し遅れた俺は、皆が休憩室を出る頃に休憩室に入った。中にはやはり人はいないと思ったが、一人
部屋の隅っこでカップ麺をすすっている社員がいた。青川だった。なんだお前、そんなとこで食ってんのか?と尋ねると、あ、まあ、はい、そんな感じです。と申し訳なさそうに答える青川。最近どう?と尋ねると、まあ、ぼちぼちやってます。赤石さんには迷惑はかけませんから。と言って、そそくさと部屋から出て行こうとする。俺はすぐに引き止め、自分のやったことは因果応報で帰ってくるもんだ。という。青川は、わかってます。と言った後続ける。失った信頼は二度と手に入らないんですね。今頃知りましたよ。というか、そもそも信頼とかされてなかったんすよね。その言葉を聞いて、信頼を失うのは一瞬、また積み上げるのには時間がかかるってよく言うだろ。あれはまあ本当のことだと思う。花江が作ってくれた弁当をいただきますと合唱して食べ始める。でもな、信頼が二度と手に入らねえってのは嘘だ。自分のことを信じてくれる人が一人でも現れるまでひたむきにやるしかねえんだよ。んで、一人出たらもう一人、さらにもう一人って地道にやっていくしかねえんだよな。と弁当を口に頬張りながら話す。そうですね。と力なく笑う青川に優しく微笑む。その分お前はまだ楽だぞ。お前を信用してるやつなら目の前に一人はいるからな。その意味を知った青川は満面の笑みで頑張りますと言って仕事場に戻っていった。ある日、我が社に新たに社員が入ってくることになった。彼の名前は東雲匠。年齢は青川と同じくらいのまだまだ若い社員だ。俺は社員名簿を見て一瞬で分かった。息子の匠だと。なぜうちの会社に来たのかは不明だが、久しぶりの再会に俺は心を躍らせていた。慌てて匠のいる部署に顔を出すと、そこは青川と同じ部署だと知る。後輩ができたことで気を良くしたのか、青川は明るい表情で匠と接していた。匠の方も人見知りもせずにハキハキと受け答えをしていた。二人は遠目に見ても息の合ったコンビに見えた。あ、父さん。部署に顔を出した俺に気づいた匠が声を上げて手を振る。え、父さん?と俺も周りの従業員も青川もみんなが目を点にした。匠、なんで?わけがわからない俺は頭の中が混乱していた。いろんなことを頭の中で考えていると、ちょくちょく母さんとは連絡取り合っていたからね。と、匠は悪びれる様子もなく言い放つ。花江も知っていたのか。花江から匠の近況を聞いたことは一度もなかったので、頭の中はさらにパニック状態だった。え?ああ。俺は言葉にならない声を上げて、その場に崩れ落ちた。父さん、ごめんよ。黙ってて。会いたかった。匠はそう言うと、俺を立ち上がらせて抱きしめてきた。詳しいことは後できちんと聞かせろよ。俺はそう言い残し、その場を離れた。もちろん、この日は仕事がほとんど手につかない状態だった。就業時間を終えて、匠を連れて家に帰る。お帰りなさい、あなた。それと匠も。しんなりした顔で匠を見つめる花江。感動の再会に涙しているのかと思っていると。あ、母さんただいま。匠の方はあっけらかんとしている。初出勤はどうやった？さっきまでのしっとりした表情から一変してケロッと花江が匠に聞いていた。お前ら、あっさりした再会やな。俺が不思議に思っていると顔を見合わせた二人が笑い出す。あなた、うちらは何回も会ってますのよ。花江が笑いすぎて涙が出たらしく目を拭いた。なんで俺に教えてくれないんだよ。
畜生。俺は一人のけものにされていたショックで泣き叫んでいた。しばらくして落ち着きを取り戻した俺は、二人からいろいろと説明を受けた。匠を東雲夫妻に預けてから花江は俺に内緒で連絡を取り合っていたらしい。なぜ内緒にしていたのか聞くと、俺から匠の存在が他の組にバレるのを危惧していた。というのは建前で、ただ単に黙っていた方がいいということだった。本当の父親と母親のことは東雲夫妻から教えられていた。その頃から匠と花江は連絡を取っていたという。あんたはその頃足を洗う頃やったから邪魔しちゃいかんな思ってたんよ。と花江が匠にビールを注ぎ乾杯して飲んでいた。俺は空いたグラスを花江の前に差し出す。何も言わずにビールを注いでくれる。まあそのまま教えん方がおもろいんとちゃう？って匠が言うもんやから黙っとったんや。と笑う二人。でも会いたかったんはほんまやで。匠が慌ててフォローを入れてくる。まあ元気にしとったんならそれでええ。細かいことは気にせず、俺も匠と乾杯しお酒を飲み干した。今夜は数十年ぶりの家族団らんとなり、楽しい一日を過ごせた。匠が入社してから青川の暗い顔を見ることはなくなった。心を入れ替えた青川は先輩風を吹かしつつも、面倒見よく匠にいろんなことを教えていた。教育係の話もしっかり聞いて、仕事にも真面目に取り組んでいる。ある日、俺が教育係に話を聞いてみると、以前のようなクレームが返ってくることはなくなっていた。頑張って仕事に向き合ってますよと、いい評価を受けた。青川と匠は年齢が近いこともあり、プライベートでも遊ぶ関係になったようだった。組長の鮫島からも電話できた時に、息子が大変世話になって、あの日以来楽しそうに仕事の話をしてくれます、匠くんとも仲良くさせてもらってるようで、と我が子の成長を大いに喜んでいた。あの一件以来おとなしかった青川だが、次第に元気を取り戻したのは匠の存在があったおかげだろうと思う。実際どこかで辛い顔をしているのかもしれないが、会社にいるうちは人前で辛い顔を見せることはなくなった。俺も少し力添えをしようと、周囲の社員には、青川の実家はとても厳しい家だったらしいよ、その実家を出た反動で少しわがままになってたんだって、と少しいじりやすいように噂を広めていた。そのこともあってか、次第に青川と話す社員は増えていっているように見えた。徐々に信頼を回復していく青川を見て、頑張れと心の中でエールを送った。人間は必ず生きていれば間違いを犯す生き物だ。だがミスを隠してごまかしたりしてなかったことにするのではなく、次に生かすためのバネにする必要がある。人は過ちを修正して成長していくのだから。またそのミスによって生じた周囲からの評価も、それ以降の行動で改善する可能性だって十分あるのだ。努力は必ず報われる。大事なことは腐らず素直でいること。まっすぐな人間ほど成功するのだ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。若造のお前に何がわかる？そういうことは社長の俺が決めることだ。自分の立場をわきまえろ。自分の立場勘違いしてんじゃねえよ。貴様は本来ならクビにさせるところだが、ちょうど人手が足りない店舗があるからちょうどいいな。明日から君にはそっちへ行ってもらう。私に盾ついたことにせいぜい後悔と反省をするんだな。社長にとある一件で直談判をした俺は、その場で地方の店舗に左遷が決まってしまった。そしてその左遷先で俺の味方になってくれた美人上司にピンチが訪れ、あなた一体何者なの？
華麗に助けた俺に驚く美人上司。そしてここから俺たちの前には予想もしなかった人生が広がっているのだった。俺の名前は中村新一。俺の両親は共働きをしていたが、兄弟の数が多かったため、長男である俺も家計を支えるために、中学時代は新聞配達、高校生になると地域のファーストフードチェーンでアルバイトをしながら生活していた。アルバイトが終わってからは家でも勉強に励み、長男として弟や妹たちの面倒も見てからの就寝となるので、いつも俺が寝るのは深夜になってからだった。そんな忙しい毎日だったが、俺は一切苦とは思わなかった。うわ、寝坊した。俺が決まった時間に起きられず寝坊してしまった時は、両親や兄弟が学校に遅れない程度にわざと寝かせてくれたりして、朝食もすでに作ってくれて、しかも俺の分のお弁当まで。母さんたちの稼ぎが良ければお前にこんな苦労をさせずにいたのに、ごめんね。こんなことぐらいしか、お前を支えることしかできないけれど、新一がいてくれて本当に助かってるわ。ありがとね、新一。お兄ちゃん、ありがとう。母さんと弟たちはそう言って家計を助ける俺に感謝を告げていたが、俺の方こそ感謝している。こんなに温かい両親や兄弟たちに支えられているからこそ俺は頑張れるのであって、長男として当たり前のことをしているだけなのに大げさだなと思いつつも、家族がいることのありがたみを日々感じるのだった。これからもよろしくお願いいたします。そして高校卒業後、俺はアルバイト先のファーストフード店にそのまま就職した。高校時代に働いていた経験もあるため、入社後間もなくして店長に昇格もした。すると昇格してすぐに問題が起きる。部下は年上が多いためにマネジメント上で苦労することがあったのだ。あいつ年下のくせに生意気だよな。別に指示に従わなくてよくないか。だって年下なんだし。人に頼むならそれなりの年齢に達してからにしろって。まだ20代だろ。年上の部下たちが俺に聞こえるようにわざとらしく言っていたが、俺は聞こえぬふりをした。そう思うのも無理がないと感じたからだ。高校時代から働いていたとはいえ、彼らにとってはまだまだ経験が浅く見えるのだろう。店長になったからといって満足をしてはいけないということだ。今は言われてしまっても仕方がない。みんなに認められるまで我慢しようと俺は前を向くと、それをバネに店長としての仕事を頑張った。俺に足りないところがあるならぜひ面と向かって言ってくれ。何でもしますよ。ひっ、急に何なんだよお前。時には自分から歩み寄ろうと年上の部下たちに話しかけ、問題点を探ることもした。彼らは性格こそバラバラだったが、職場では常に嫌味を言うので嫌味トリオと呼ばれていた。そのリーダーは入木和也。そいつを取り巻く山口浩平と南太一と俺は接触していくうちに、俺の問題点が次々と見えてくるようであった。だからここはこうすれば俺はいいと思うんだよ。なのにさ、お前と来たらこうするだろ。それじゃ俺たちに良くてもお客様たちには良くないって入木は言いたいんだよ。おい、メモばっかりしてるけどちゃんと俺たちの話を聞いてるのか。もちろん聞いてます。先輩方、
アルバイトなのに俺よりできた店長みたいなアドバイスでとても参考になります。本当にありがとうございます。おい、それ褒めてんのかけなしてんのかわけわかんねえぞ。こんな調子で彼らはまさか自分たちに歩み寄ってくる人間がいるとは思っていなかったのか、積極的に話しかけてくる俺に最初はかなり驚いていた。だがメモをしながら真剣に話を聞いている俺の姿を見ていくうちに、次第に嫌味を言うのが慣れてきたみたいで、嫌味を言ってこなくなった。俺としても最初は近寄りがたいイメージこそあったが、みんながみんな言うような嫌みったらしの人たちではなく、実際はきちんと話に耳を傾けてくれて、適切なアドバイスをくれる人たちだと分かっただけでも収穫だった。良いマネジメントには自分の力だけでは到底及ばない。周りの協力も絶対必要不可欠だ。なのに、ここで店長の俺がくじけるわけにはいかない。時には従業員との距離を縮めて耳を傾け、アドバイスは反映させるべきなんだ。俺は従業員の声は現実的でアドバイスになるものだとポジティブ精神で受け止めると、粘り強くお客様とスタッフを大事にする店舗経営をして売り上げを伸ばしていった。そして数年後には若くしてエリアマネージャーにも出世した。ここでも早い出世に嫉妬した周りのエリアマネージャーが俺の足を引っ張ろうと会議資料を隠したりするが、負けずに頑張った。いや、頑張れたという方が正しい。なぜなら、どうだったよ会議は。お前若いからやっぱり目をつけられて嫌がらせされたんだろ。仕方ないです、俺はまだまだ未熟ですから。お前のその謙虚さが分かってねえから相手はお前に嫉妬して攻撃してくんだよ。そう言ってるけど、入り木だって初めはそうだったじゃん。言える立場かよ。うるせえ、お前らだって同調してたくせに偉そうに言うな。話題から外れ、俺をよそにじゃれ合うこの嫌味トリオが、今や俺を陰ながら支えてくれているおかげで励みになっている。俺はこの人たちのおかげで辛いこともさらっと水に流せた。俺が彼らと仲良くなったからといって贔屓して今まで耳を傾けていたのではなく、彼らの嫌味はむしろ現実的で店の改善点となり、実際参考になることが多かった。それを店長の俺が彼らのその魅力を引き出しただけ。俺自身はこの人たちのような素晴らしいアイディアや改善策は引き出せていない。だからこそまだまだ未熟者だ。肩書きだけにならないように、今後もこの人たちを見習って成長していかないとな。俺たちの話を聞いてくれた店長はお前だけだったぜ。え、そうだったんですか。そうそう、だからこれからもお互い店のために頑張っていこうな。はい、よろしくお願いします。仕事中は敬語だけどよ、休憩の時まで敬語使わなくていいって。中村ってほんと仕事熱心で真面目だよな。そして俺たちはいつしか店長と従業員という関係よりもまるで同僚のような関係で絆を深めていった。しかしある日、その絆や共に頑張ってきた日々の努力が一瞬で奪われることになろうとは、この時の俺たちは思いもしなかった。ある日、最初に入木さんが会社を突然クビにさせられたのだ。原因は店舗を訪れた東堂社長と喧嘩になったことで、社長に解雇を言い渡され、すかさずそれに反論した山口さんと南さんまでもが社長に反論したという理由だけで解雇されてしまったのだ。突然の出来事に頭が追いつかなかったが、俺はまず
店舗から立ち去る前に入木さんたちに話を聞いた。どうやらアルバイトであることに対して藤堂社長から見下されてしまったらしい。しかし入木さんたちはお客様に素晴らしい提供をし、正社員と変わらないぐらいの働きぶりだ。アルバイトだからといって偏見なんてする方が間違っている。そして俺の中でふつふつと社長に対する怒りがこみ上げてきていた。怒りで体が震える。そんな俺を見て入木さんは分かっていたかのように冷静だった。俺たちはそれぞれ家庭の事情があってアルバイトを選んでる。それを否定されてしまえばここにはいられない。そんなのひどすぎる。俺はあなた方の店長だ。いくら相手が社長でも不当な解雇があった場合、店長ならばスタッフを守るべきだ。中村、そんなことしたらお前までクビにさせられるぞ。構いません。俺はピシャリと言った。部下たちが理不尽な解雇にあったというのに、店長として見過ごすわけにはいかない。俺が直接社長に抗議します。そう言って、俺はすぐにまた店舗内にいる藤堂社長を呼び出し、ミーティングで使っている会議室で入木さんたちの解雇を取り下げるように説得した。藤堂社長の好き嫌いで店のアルバイトさんたちの首を切ってしまうやり方、イエスマンしか周りに置かないやり方をこの先も続けるおつもりですか？若造のお前に何がわかる。そういうことは社長の俺が決めることだ。自分の立場をわきまえろ。エリアマネージャーごときで勘違いしてんじゃねえよ。散々の言われように思わず言葉を失ってしまった。藤堂社長は全く聞く耳を持ってはくれなかった。貴様も本来ならクビにさせるところだが、ちょうど人手が足りない店舗があるからちょうどいいな。明日から君にはそっちへ行ってもらう。私に立てついたことにせいぜい後悔と反省をするんだな。そして俺は直談判をしたことが原因で、人気のない地区の小さな店舗に平社員として左遷されることが決まった。あえてクビにさせないというのがこの藤堂社長のやり方なのかと思うと悔しくてたまらなかった。今まで頑張って積み上げてきた店長という役職も外され、俺は左遷先で平社員として働くことに。それに対して後悔はなかったが、結局入木さんたちを守ることができず、俺にもっと力があればと思って仕方がなかった。家族にもその話を伝えると、それは俺が悪いのではないのだからと責めることはしなかった。今までより収入が低くなるのにもかかわらずだ。申し訳ないと思いつつも、家族には本当にありがたいと思うばかりだった。藤堂社長に対して悔しい思いを抱えたまま、次の日の朝を迎え、左遷先の店舗へ出勤すると、藤堂社長から連絡を受けたという女性が店舗内に招き入れてくれた。はじめまして、中村くん。店長の伊藤咲と言います。これからよろしくね。よろしくお願いします。その店舗では伊藤咲という美人女性が店長を務めていた。左遷者が集まるその店舗のスタッフはみんなやる気がなかったが、伊藤さんだけはテキパキと働いている印象を持った。俺はなぜ伊藤さんが左遷されたのだろうと不思議に思った。みんなのまとめ役で評判もいいみたいなのだが、そういう人ならばまず左遷されるわけがないというのに。いや、余計なことは考えず伊藤さんを見習って俺もしっかり働こう。俺は我に返ると仕事に集中し、
自分の仕事に戻っていった。あれ、意外と仕事が早いわね。そんな俺の勤務態度を見た伊藤さんもまた、なぜ俺が左遷用店舗に来たのかと不思議に思っていることなど知る由もなく、そして仕事で忙しい日々を重ねていくうちに、俺は伊藤さんからよく声をかけられるようになっていた。はい、これ差し入れよ。今日もお疲れ様。 ありがとうございます。伊藤さん、なんかもらってばっかりですみません。最近君がいてくれるおかげで仕事が本当に助かってるの。そのお礼だから気にしないで。気にしますよ。だからいつかはお礼をさせてくださいね。いいって言ってるのに、中村くんって本当律儀よね。じゃあまた私の仕事手伝ってね。はい、もちろんです。俺たちは互いに足りない部分を補い、協力し合って仕事をしていた。そう、俺たちは仕事上のパートナーとして信頼し合い、仲良くなっていったのだった。数ヶ月後、ある日東堂社長から伊藤さんに連絡が入った。オープニングスタッフとしてアルバイトを今日中に10人集めてくれ。頼んだよ伊藤君。アルバイトを今日中に10人ですか？東堂社長の電話に出た伊藤さんはかなり驚いた様子で声を上げた。なんとその内容が、この地区に急遽新店舗を出すから、オープン時専用のアルバイトを今日中に10人集めろとの理不尽すぎる要求だったためだ。この地区で1日で10人のバイトを集めるのは至難の業だ。できなければクビとまで一方的に言われて、伊藤さんは東堂社長との電話を切った後、頭を抱えて途方に暮れていた。以前東堂社長に解雇されてしまった入木さんたちを思い出すようだった。俺は入木さんたちを守れず、そのまま左遷されてしまった。あの時のように何も守ることができずに、また悔しい思いをしなければならないのか。いや、もうこれ以上東堂社長の思い通りにはさせない。そして俺はある案をひらめいたのだった。伊藤さん、その社長の要求俺に任せてください。伊藤さんは自信満々の俺を見て驚いた様子だったが、俺のことを信じているものの、俺がアルバイト集めに店を出る際は不安で仕方がない様子を見せていた。しかしこれは俺にはもってこいの仕事だった。この件に関しては社長との因縁とすら感じていた。それをようやく決着させる時が来たのだと。それから数時間後、約束期限である当日の就業時刻になった。店舗に帰ってきた俺の手元には履歴書があり、驚いた伊藤さんのもともと大きかった瞳がさらに大きくなった。中村くん、あなた一体何者なの？伊藤さんがこう驚くのも無理はない。そう、俺の手元にはオープニングスタッフ10人全員分の履歴書が集まっており、無事東堂社長の要求を完遂してきたのだ。しかもそれだけではない。その履歴書の中に、入木和也、山口光平、南太一とそれぞれ履歴書の名前欄に記入されていた。以前共に働いていたみんなの名前がそこにあったのだ。集まってくれたバイトのみんなは俺と同じ経験をしていたため、手つきが超がつくほどのプロだ。以前俺の店舗で働いていたが、俺がいなくなった後も東堂社長の極端な好き嫌いにより泣く泣く首を切られたバイトさんたちだった。ぜひ俺の力になりたいと言って集まってくれたのだ。伊藤さんのことも救えたし、本当に助かった。そしてその中にはあの嫌味トリオもいる。
まさかまたお前と一緒に働ける日が来るなんて思わなかったぜ。入木さん、山口さん、南さんはバイトに呼んでくれたことに嬉しそうにしていた。東堂社長に首を切られた後も、俺は次のバイト先を一緒に探したり、履歴書を手伝ったりしていたため、今でも入木さんたちや他のバイトさんとのつながりがあった。慣れない他のバイト先よりも、以前共に頑張って俺の店舗で働いていた知識を活かせられるならと、心よくオープニングバイトを引き受けてくれたのだ。中村くん、この人たちは。すると集まってくれたバイトさんたちを見て、まだ驚いている伊藤さんに声をかけられると、俺は思い出したように声を上げ、伊藤さんに彼らを紹介した。すいません、伊藤さんには紹介がまだでしたね。この人たちは以前俺の店舗で共に働いていたバイトさんたちなんです。俺の店舗って、あなた以前は店長だったの？さらに驚く伊藤さんの反応に、俺は以前行ったことがあるような気がしたが、どうやら気のせいだったようだ。伊藤さんをさらに驚かせる事態に、どうやって説明しようか悩んでいると、すかさず嫌味トリオが言葉を発した。なんだよお前、この美人店長には言ってなかったのか。確かにそういうことには頭が回らなそうだよな、中村って。気取ってなくて、俺はやっぱりお前が好きだぜ。告白かよ。っていうか中村さ、今までこの美人店長と働いてたとか言ってなかったじゃん。抜け駆けはずるいからな。入木さん、山口さん、南さんのペースに巻き込まれた俺たちは、次第に笑いに包まれていった。仕事自体は明日からなので、顔合わせやそれぞれの仕事配置を伊藤さんと俺から説明を受けた入木さんたちは一通り終え、今日はそこで解散をしたのだった。明日からまたみんなと一緒に働けることが楽しみでならなかったが、帰り際に俺は伊藤さんに呼び出されると、話したいことがあると言われ、一緒に帰りながらその内容を聞くことになった。そして神妙な面持ちで伊藤さんは俺に話し始めた。実は私、社長に直訴したことがあって、ここへ左遷されていたの。話によると、伊藤さんも反対意見があれば臆せず社長に直訴する人物だったそうだ。社長は鮮度の悪い野菜を使おうとしたため、伊藤さんはそれではお客様の満足度が減ると反対したことで左遷されてしまったのだという。新鮮で美味しいものを提供できなければ、いくら安くても次第にお客様は遠のいてしまうと社長を説得するために説明したのだが、やはり社長は聞く耳を持ってはくれずといった感じだったそうだ。前の店舗にいた時も伊藤さんは店長だったそうで、俺と同じ境遇で、聞いているうちに胸に込み上げてくるものを感じた。それは伊藤さんも同じのようで、当時のことを思い出したのか、少し目に涙をにじませていた。でも伊藤さんはとても強い女性だ。涙を拭い、それから俺に笑顔を向ける姿を見ていると、そう思った。伊藤さんは次第に俺との会話を楽しむように話し始めた。中村くんも同じだったなんて、道理で他のスタッフより仕事ができると思ったら、人は見かけによらないわね。びっくりするのはまだ早いですよ。俺なんかより入木さんたちの方が何倍も仕事ができる人たちですから。明日はまた伊藤さんが驚く姿を見れそうです。そんなこと言って謙遜しちゃって、まとめ役なんてそうそうできないのよ。入木さんたちが言うように、中村くんは若いのに随分と腰が低いのね。
普段は大人の雰囲気が漂う伊藤さんがクスクスと笑う姿はどことなくあどけない。そんな意外な一面に俺はドキリとした。伊藤さんってこんな風に笑うんだな、なんだか可愛い人だな。彼女の笑顔を見て少し頬が熱くなってしまったが、冷たい夜風のおかげでちょうど良くなった。俺たちはお互いの素性を知ったことで同じ境遇であることも知り、親近感が湧くと以前よりも距離が近くなったように感じられた。東堂社長がこの機会に俺たち二人をまとめてクビにしようと企んでいたことなど知らずに。しかしオープニングスタッフ10名の履歴書を伊藤さんが無事提出したことによって、その企みは失敗に終わったのだった。しかもオープニングスタッフの中にかつて東堂社長に理不尽に首を切られた入木さんたちもいることに気づいた東堂社長は、イエスマンの部下たちの前でさぞ悔しい思いをしているだろう。そして翌日、オープニングスタッフの彼らのテキパキとし慣れた手つきと動作で新店舗はスムーズに始動した。みんな経験者ということもあり、それだけでなく接客や提供が素晴らしいとお客様から褒めていただいて、みんなの活力にもなった。するとわずか数ヶ月で伊藤さんが店長を務める新店舗は瞬く間に評判が良いと噂になり、お客様の数も増えていった。店長の伊藤さんは午前と午後で2つの店舗を行き来しながら、俺もまた両方の店舗のアルバイトさんたちの都合に合わせながら臨機応変に行き来し頑張って働いた。一方、数年が経っても意見を言ってくれる貴重な部下を大事にしない東堂社長は、要職はイエスマンばかりで優秀な人材の流出が激しくなっていた。そして数年後、俺と伊藤さんと部下たちは安い食材ばかり使おうとすることなどで、顧客をも大事にしない会社に見切りをつけ、ついに依願退職したのだった。はあ、やめられてすっきりした。優秀の美ってこんな感じなのね。会社から共に出た伊藤さんが俺の隣で背を伸ばしてそう言った。入木さんたちも戦力になり、伊藤さんの店舗はせっかく評判もよく売り上げも好調だったのだが、やはりお客様やスタッフを大事にしない東堂社長のやり方に我慢できず、ある企画に向けての依願退職だった。でもこれからが楽しみで仕方ないわ。具体的にどう考えているのかお互い意見を出し合いましょう。ちょっと待った、俺たちがいることもお忘れなく。すると俺の後ろにいた嫌味トリオが身を乗り出して伊藤さんに言った。伊藤さんはとても驚いた様子で、どうやら無意識に俺に話しかけたつもりで言っていたみたいだった。あら、私ったらついあなた方もいたのに。そうですよ、今さっき一緒に会社辞めてきた仲なのに。いくら中村が元店長だったからって頼りにして、俺たちだって今まで大活躍してたじゃないですか。伊藤さんひどすぎます。しょうがないんじゃね、俺たちより中村と一緒にいた時間が長かったんだから。だからって存在すらなくさなくてよくない？伊藤さんが美人ということもあり、伊藤さんに好意を寄せている山口さんと南さんは存在に気づかれず相当ショックだったらしい。一方で入木さんはどちらかというと伊藤さんには興味がなさそうだ。俺の方をじっと見ていてなぜか楽しんでいる。なんだろう、この見透かされているような感じは。俺は入木さんの視線から逃れるためわざとらしく咳払いすると、伊藤さんの代わりに本題へと仕切り直した。
とにかくこれから新しい競合会社を設立するために頑張りましょうね。俺の掛け声にみんなが反応すると、俺たちはおーと声を上げた。そう、ある企画とは俺たちの手で競合会社を設立することだった。翌日、昨日会社を辞めた後、みんなで意見を交換し合い、それぞれ役割を決めると資金集めとスタッフ集めに奔走して新会社を起こしていた。資金集めのために目指す店舗の青写真を銀行で熱く語って融資を受けたり、この前オープニングバイトとして助けてくれた他のみんなにもぜひうちで働かないかと誘ったりもした。俺たちの理想とするお店は新鮮で安心な食材をお客様に食べていただける店、スタッフの個性を大事にしながら職務スキルを成長させる店だった。そしてその途中で凋落していく東堂社長の飲食チェーンの話を聞いた。地域全体にあった店舗が数店舗、また数店舗と閉店していく中で、東堂社長のイエスマンたちの提案で割引キャンペーンを何度か行っていたが、そのうち割引の日でないと誰も来てくれないようになっていったのだという。安かろう悪かろうのお店というイメージが定着し、倒産間際で資金繰りに必死になる社長は自業自得に思えた。そして後日、融資してくれる銀行などなく、ついに東堂社長の飲食チェーンの会社は倒産となったそうだ。聞いたか？東堂社長の会社倒産したらしいぜ。それとその東堂社長なんだけど、力仕事のアルバイトで働いてるってよ。俺にはアルバイトだからって見下しておいて、今や社長がアルバイトとして働いてるって変な感じだよな。入木さんたちが東堂元社長のことでそう話していた。倒産の話には裏話があり、東堂元社長は自分のイエスマンたちにすら最後退職届を一斉に出されてしまったそうだ。そう、そのイエスマンたちすらもただ東堂元社長のご機嫌取りで動いていただけで、倒産しかける会社に見切りをつけ依願退職をしたのだった。信じていたイエスマンの従業員たちも辞めてしまい、協力してくれる人は誰もいなくなって、もう打つ手がなくなってしまった東堂元社長は会社を閉めるしかなかったという。今まで東堂元社長に従い続け後悔しているイエスマンたちの中には、己を磨くため俺たちの会社で働きたいと懇願する者もいた。伊藤さんや俺はそういうことならと面接を通じて彼らも受け入れることにした。そう、みんな個性を生かしつつ平等に扱われるべきだ。困っているなら手を差し伸べたいと思うし、己を磨くためにという意思があるのなら、それを手伝ってあげたいと思う。協力できるところは協力していきたい。それはまるで俺の家族や入木さんたち、伊藤さんのように。俺は改めて周りに恵まれているなと思った。そうじゃなければ俺だってどうなっていたかわからない。俺がここまで成長できたのは支えてきてくれたみんなのおかげだ。そして東堂元社長との決別に俺の中で清々しい気持ちが広がっていったのだった。あれから数年が経ち、俺たちは自分たちが理想とする飲食チェーンを着実に展開していった。伊藤さん、話があります。どうしたの？急に改まって。話って何かしら？伊藤さんとはこれまでは仕事上のパートナーだったが、共同経営者として長い時間を共にするうちに恋心にも気づいた俺は、伊藤さんに思い切って告白することにした。
妙に緊張する。あまり緊張したことがないせいかプレッシャーすら感じていた。何せ相手はみんなが羨む美人上司だ。自分から話しかけておいてなんて情けないんだ。すると普段とは違い緊張している俺に気づいたのか、伊藤さんはそんな俺を見てくすりと笑うと昔を思い出すように話し始めた。そういえばあなたが私の店舗に来てから驚きの連続だったわね。でもこうして自分たちが求める会社を作ることができたのは中村くんがいてくれたからこそだわ。私たちを導いてくれて本当にありがとう。俺に感謝を述べ笑顔を浮かべた伊藤さん。今まで伊藤さんの笑顔を見てきたが今日のはなぜだか特別なもののように思えた。そしてそれが勇気となって俺は意を決して自分の気持ちを伝えるためにようやく口を開いた。俺の方こそあなたの協力なしではここまで来られなかった。こんな俺についてきてくれてありがとうございます。それで よかったら俺と仕事上のパートナーだけじゃなくてプライベートでもぜひパートナーになってほしいです。俺は伊藤さんに握手を求めた。伊藤さんはこの手を握り返してくれるだろうかと心臓の音がうるさくなっていたが、伊藤さんはそんな俺を見て今度は嬉しそうにすると、はい、私でよければ喜んでと手を握り返してくれた。俺たちはプライベートでも晴れて恋人としてお付き合いをスタートさせたのだった。お熱いね二人とも。相手が中村なら文句なしだぜ。中村、俺たちの伊藤さんと絶対幸せになるよ。すると見られていたのか、どこからともなく現れた嫌味トリオに祝福され、入木さんたちのいつもの調子に俺と伊藤さんはお互い顔を見合わせると笑い合った。これじゃもう嫌味トリオではなく祝福トリオだ。でも本当にありがたいと思う。こうして彼らに祝福されることも、時には意見を述べてアドバイスをくれることも、俺にとっては本当に必要不可欠な人たちだった。もちろん伊藤さんのことは俺が責任を持って幸せにしたいと思う。それに仕事で危機を共に乗り越えた二人だからこそ、恋人同士としてもいろんなことを乗り越えていけそうだ。一人じゃどうにもできないことでも二人で一緒ならどんなことでも。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。